ずっと一人ぼっちだった。僕の前に現れた小津さん、小津さんが僕に惚れてって幸せにしますから、僕とお付き合いしてください。魔王イブロギアに身を捧げよう。放送スタート。社会のはぐれ者だった俺が目を覚ますと、憧れ続けた魔王イブロギアがいた。すげえ、最高だ。だから俺はお前に惚れたんだよ。魔王イブロギアに身を捧げよう。放送スタート。